アイアイバスとは、岐阜県美ノカモ市が運行している、コミュニティバスである。2017年10月の再編時に導入された、バス車両とワゴン車両岐阜西流里山公園バス停2000年10月より、美ノカモ市内で運行を開始した。その後、路線の再編などが繰り返し行われてきたが、運行頻度の少なさや、曜日によって運行されるルートが違うなど分かりにくく、利用者は、伸び悩んでいた。 2017年10月に大幅な再編が行われ、運行ルートや頻度、車両が一新された。これにより、再編前より利用者が増加し、現在も増加傾向である。この先は再編後の概要を記述する。三加茂市内を8路線運行しており、すべての路線が三濃大田駅を起点として運行される。一部の路線では、隣接する加に坂保議長、 トミカ町内にバス停が設置されている。山間地域を走行する路線の一部区間ではフリー乗降が導入されており、対象区間の協路上であれば乗降の意思を伝えることで好きな場所から乗車することができる。一部路線の路線名称には運行される地域にゆかりのある人物名や地域の特色などが付けられており、親しみを持てるよう工夫されている。 すべての路線で毎日運行している。バスタイプの車両1台と、ワゴンタイプの車両7台で運行を開始し、それぞれ岐阜乗り合い自動車と新大田タクシーに運行委託された。その後、古い駅か新川線などの乗車人員の増加が、著しい路線において、ワゴンタイプの車両での運行から、バスタイプの車両での運行に変更されており、バスタイプの車両の増備がされた。 2020年10月のダイヤ改正で運行委託先が新大叩くし一社となった。2020年10月1日にダイヤ改正が行われた。ここではこのダイヤ改正時点で運行されている路線を記述する。バスタイプの車両で運行される。ラインカラーは赤。市街地を循環する路線で市内の主な公共施設や病院、商業施設、 観光施設などを結んでいる。バスタイプの車両で運行される。ラインカラーは水色。二千二十年十月のダイヤ改正において新設された路線であり、それまで運行されていた文化の森、公園線の経路を路線の一部に引き継いでいる。美濃大田駅とリバーポートパーク美濃加茂ミノカモ、文化の森、岐阜清流里山公園、美濃加茂健康の森を結ぶ路線で、 路線名の通り市内の公園スポットを結んでいる。主にバスタイプの車両で運行されるが、ワゴンタイプの車両で運行される場合もある。ラインカラーは緑。運行開始当初はワゴンタイプの車両で運行されていたが、2019年2月よりバスタイプの車両での運行を開始した。古駅、美濃大田駅、蟹川駅を結ぶ路線で一部蟹市内にバス停が設置されている。 沿線には高校が点在しており、平日は学生の利用が顕著である。ワゴンタイプの車両で運行される。ラインカラーはオレンジ。商用は大田地区が坪内商用の出身地であることにちなむ。大田地区と鴨屋地区を運行する路線で一部坂堀木町内にバス停が設置されている。ワゴンタイプの車両で運行される。ラインカラーは青。総基地は 津田総吉が下米田地区出身であることにちなむ。古い地区と下米田地区を運行する路線である。ワゴンタイプの車両で運行される。ラインカラーはピンク。フルーツは山の上地区が梨の産地であることにちなむ。山の上地区を運行する路線である。山間地域の一部区間ではフリー条項が設けられている。ワゴンタイプの車両で運行される。 ラインカラーは、桃。フルーツは、八谷地区が、道場八谷垣の産地であることにちなむ。八谷地区を運行する路線で、一部富岡町内に、バス停が設置されている。ワゴンタイプの車両で運行される。ラインカラーは、紫。八谷地区、蜂部家地区、三和地区を運行する路線である。三間地域の一部区間では、フリー条項が設けられている。 ワゴンタイプの車両で運行される。ラインカラーは、木。ホタルは、三和地区の川が源地ボタルの生息地であり、主天然記念物であることにちなむ。八谷地区、山の上地区、三和地区を運行する路線である。山間地域の一部区間では、フリー条項が設けられている。このうち、町中ぐるっと、千、里山線ホタル線 古い駅か二川駅線に関しては2017年6月1日より先行試験運行を実施した。2017年10月再編後の路線2017年10月再編以前の路線2018年10月に導入された車両 I、I バスの専用車両としてバスタイプの車両を4台、ワゴンタイプの車両7台が在籍する。現在運行している車両を2020年12月に1台、 導入された過去運行されていた車両、ありがとうございます。